私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。近畿の堂本光一、わからない、と思った瞬間が発見の瞬間。説得力がある、と絶賛したアドバイスの裏には、7ヶ月前に激ヤバブログで明かした、近畿キズ元旦コンサートの体験があった。堂本光一、フェロモンダダ漏れり1年半ぶりバラフロスムドアップショット。舞台、ショック、はシリーズが5月31日に上演1900回を達成。これを記念して、光一は自身のインスタグラムにバラの花を浮かべた入浴姿を投稿。2021年2月に上演1800回を達成した際にも、インスタにバラの花びらを散らしたフローに入浴する姿を投稿していたが、約1年半ぶりのバラフロショットに多くのファンが歓喜した。事務所批判で対象説まで浮上。事務所批判とも取れる言動をした光一には、その後、対象説も取り沙汰された。フライデー、講談社の記者から、ジャニーズ事務所を退所するという話が出ていると直撃された光一は沈黙の後、ふっつ、と息を吐いて、全然ないです。とコメントしたことも当時話題を呼んだ。光一さんはブログに大掛かりなことは今からではとても間に合いませんとも綴っていましたが、その言葉通り元日のコンサートはピアノの伴奏のみという形になりました。今回ラジオで話した、納得いかねえな、って思った瞬間こそ発見という言葉は、元日コンサートは中止という決定がされたにもかかわらず、同じ会場で、ジャニフェスは開催されるということを知った光一さんの心境を表したものだった可能性もある。納得はできないものの、事務所関係者の立場も考えつつ、できる範囲でいかにファンに楽しんでもらえるかを検討した結果、ピアノ伴奏でのコンサート開催という結論に至ったのかもしれないですよね。光一は、納得いかねえな、という思いを乗り越え、元日のコンサートを成功に導いたのだろうか。元日コンサートをめぐって、ジャニーズ事務所と一悶着。リスナーからは、光一くん、大人すぎる、納得できないってことは、発見。光一さんのアドバイス的確すぎて親身になっていてとても素敵な言葉で溢れてると思う。光一さんのアドバイスは的確だし、光一さんが言うから説得力があるよ、なあ。やっぱかっけは、といったコメントが SNS には寄せられている。光一さんの納得いかねえなって思った瞬間こそ発見というアドバイスを絶賛する声が上がっています。が、この考えに至った裏には7ヶ月前の元日コンサートをめぐる一悶着があったのかもしれないですよ。ね、女性誌ライター。今年1月1日、CD デビュー25周年を迎えた近畿の元日コンサート、近畿 TDS コンサート2022が東京ドームで開催された。同コンサートについては2021年11月19日に開催が発表されたものの、その日の夜に光一がブログに開催の経緯を投稿し、波紋を広げた。近畿の元日コンサートは新型コロナウイルスの影響もあり、開催は厳しいと言われていたにもかかわらず、同年12月30日に、ジョーナイスフェイスライバル、ケラさんグックユー2021 HELLO2022 から、ジャニフェスが開催されることが決定。これに光一は、ん?疑問符?話が違うくないか?疑問符?と自分的に思いました。と疑問を呈し、フェスのステージをバラスノを延長し、近畿でやらせてもらえないか?と提案いたしました。と、ジャニーズ事務所との交渉の末、近畿のコンサートも開催することが決まったと、その経緯を明かした。この日の放送では、最近転職をしたリスナーからの、先日、良かれと思ってした仕事を、上司から余計な仕事をしなくていいと怒られました。自分なりに取り組んだ仕事なので、正直すごくへこみました。光一さんはこんな風に納得できない怒られ方をされたことありますか?そんな時どんな風に気持ちを整理しますか?というメッセージを紹介。これにちょっと状況が読めないので、なんとも言い難い、難しい部分はありますけどもね、
と切り出し、もちろん良かれと思った部分ってあったと思う。じゃあ上司の立場に立って物事を見た時に、またそれはどう感じるかですよね、とコメント。続けて、それが本当に理不尽だった場合はおい、ってなりますけど、本当に立場によって考え方、物の見え方って違ってくるんですよね。そこがすごく難しい部分だと思います、と話した。高一は自身のライフワークになっている舞台、ショックでの役柄に重ねて、立場が違うからこそ叱ったり、注意することも出てくると説明。その上で、余計な仕事をしなくていいと言われたから、じゃあもうしないっていうのもなんか僕は違う気がするんですよね。その時に何か感じたことっていうのを誠実にやっていく、っていうのは必要じゃないかなと思います、とした。さらに、本当に難しいですね。納得できない怒られ方。怒られるっていうのがそんなにないですけど、でも言われたことに対して、言われたりしたことが納得いかねえなって思った瞬間こそ発見なんですよ、と持論を展開。そして、なんでそうやって言われたんだろうなとか、それこそ言ってきた人の立場に立って物事を見た時にどう感じるかとか、その辺を新たな発見だと思って、今一度、自分の中で考えてみるってのが必要かもしれないですね。僕はそうしてます。と、真摯にアドバイスを送った。近畿 TDS の堂本浩一43が6月27日放送のラジオ番組、近畿 TDS どんなもんや。で、リスナーからの悩みに親身にアドバイスを送り、ファンを中心に話題を呼んでいる。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。